藤波、やっぱりキシャリ。セーブシチュエーション、もう客も審判も帰りたいから全部ストライクにしよう。8回裏に大量得点しなくても出てきたよな多分。藤波、9回無失点6試合連続なし、9試合防御率 7.60 7.49、審判早く帰りたがっててくさ。これをハイレバレッジな場面でできたらすごい。でもそういう場面がなかなか来ない。アメリカのライデル・マルティネス戦力になったな。そろそろボルケーノしそう。BL もバティスタ離脱でやってもらわないと困るやろしな。ポストシーズンも投げられる。大谷より先にワールドチャンピオンなりそう。オリオールズ藤浪なら防御率3点台くらいか。日本でも中継ぎいけるやんと思わせた時期あったんだよな。本人が拒否してやらなくなったけど。キシャリ勝ち。やっぱり通用しますね。これよこれ、やっぱり藤浪は見てて楽しい。ど真ん中のチャンスボールからボールゾーンに行くのえぐい。実況の人が藤浪がみんな好きな投手の一人だって言ってくれてる。完全なボール球をストライクにするラッチマン。気づいたらめちゃくちゃ良い球投げとる進化がえぐい。藤浪マジで安定してる。ご視聴ありがとうございました。